でバズってるボードゲームに挑戦。アニソン界のスターも参戦で大興奮。くらいやがれ。さらにド天然発言に後世が大激怒。おいプロダクトなし出てこい。ミキです。あのさ。お兄ちゃん。さあ今週も爽やかボーイと可愛い女性陣でお届けいたします。カンペ通り。恥ずかしいわこの文言。さあそして、先週に引き続きアニソンシンガーの大石さん来ていただいております。よろしくお願いします。今回もスペシャルゲストは大石まさよしさん。業界注目のアニソンシンガー大石さん、実はお笑いが大好きとのこと。今一番会いたい芸人とかっていらっしゃるんですか？今一番会いたい芸人ですか？はい、皇帝さん僕大好き。皇帝、はい、僕最近の、マイクチェック、はい、大石さんちょっとボーカルの声お願いしますっていう、あ、はいはい、一番最初の第一声ゼイヤって。うわ、ゼイヤってそんちゃくちゃ皇帝すごいな。俺完全あれですね、皇帝がスケジュール合わんかったんじゃないですか。ちょっと僕ら強ないスケじゃ飲んだけど今からそんなことない、そんなこと。皇帝よりも俺たちを見ろということで、マユリカが奮い立った。大石さんに面白い漫才を見せたい。さあそれではマユリカの漫才です。お願いします。どうもマユリカと申します。よろしくお願いします。人の結婚式って結構出会いの場合になるらしいんだよな。結婚式、うん、今度行く。あ、今度行くの。あ、ちょうどええやんか。じゃあちょっと練習しといたらええやんか。じゃあちょっとやってみよう。うわー、はるかー、うわ、ウェディングドレス綺麗。あたしもいつか来たいな、憧れる。まさしタキシードかっこいい。珍しい人。俺もいつか来たいよ。分かるけど、シュッとしてる、シュッとしてるからなしに。どうも。あ、どうも。はじめまして、私中谷って言います。坂本です。はるかとは同じ高校の後輩と先輩なんです。そちらはマサシさんとは？ヤフオクの出品者と落札者です。そんなことあります？やり取りのメールがすごい盛り上がって、商品と一緒に招待状届いたんです。すごいですね。よっぽど盛り上がったんですね。あ、そうですか。ちょっと言ってたらビンゴ大会始まりますよ。楽しみ、うん、あ、ビンゴ、ビンゴ。あー、当たったけど石鹸の詰め合わせやん。テンション上がらん。ビンゴ、ビンゴ。あー、当たったけどアキレス腱切れたやん。大丈夫？大丈夫？ちょっとテンション上がらん。テンション上がっちゃうねん。アキレス腱切れるな。もうええわ、どうもあれだし。素晴らしい。大石さんどうでした？めっちゃおもろい。これ新幹線帰りダウンロードします。それでは今週も大石さんが持ってきたボードゲームで遊びましょう。大石さんが YouTuber の加藤純一さんと配信している YouTube チャンネルピザラジオ、その番組での大人気企画がボードゲームで遊ぶゲーム実況なんです。そこで大石さんおすすめのボードゲーム持ってきてもらいました。さあ、大石さん、じゃあ次のゲーム紹介してください。はい、こちら五毛人です。五毛人、五毛人知らんな。簡単に言うと連想ゲームの類なんですけども、はい、例えばライオンっていうキーワードがありましたら、それを動物、キングっていうその漢字とカタカナ、漢字2文字、カタカナ3文字で当ててもらうという。なるほど。キングでもライオンや。芸人さんはでも大喜利も得意でしょうし、その語彙力もすごい高いと思うので、めちゃくちゃ得意な分野のゲームだと思って今日は持ってきました。大喜利得意って言われてみんなが下向きだし全員黙ってしまいますよ。連想ゲーム系ボードゲームの五文字、カードに書かれているのはゲームの答えとなるお題。漢字とカタカナの2種類あって、サイコロの出目で答えが決まります。例えばこの場合ならお題はビールとなります。そこでプレイヤーはビールを連想させるヒントを漢字2文字、カタカナ3文字の計5文字で出します。
回答者が見事に正解となったらヒントを出したプレイヤーと回答者どちらもポイントゲット。はい、ちょっとだけ目を伏せていただいて、はい、今から僕カードをランダムに引くので、はい、この中のこれね、はいはいはい、これを漢字2文字カタカナ3文字。難しい、むず、直接的なことやめようね。そうですね、これを英語で言ったりとかね。はいはいはい、うん、そうですね、あ、はいはい、これなしね、なるほどね、うん、はい、でまんまこれ書いたりとかもなしね、もちろん、はい、あ、じゃあ王子さん OK です。うわぁ、むず、どうしよう、はい、は早いとか、はい、早っ、ケイトちゃん早っ、じゃあ、はい、ケイトちゃん出してください、ヒントお願いします。こちらです。人、馬、叩く。ケイトちゃんはあまりルールを理解してない。当てにっていいやつですか。いやいや、分かったらもう言ってください。もちろん、はい、競馬。惜しい、違います。大吉さん、じゃあいけるかな。カタカナは言葉じゃなくてもいいんですか。言葉じゃなくて、ちょっと、まあまあ、いいか、自由にやってもらいましょう。もうなんか、これも見たなってきたわ。はい、だけどじゃあ、はい、いくよ、いくよ。じゃあヒントお願いします。動物。おい、アホだったよ。プロダクションのやつ出てこい。ジョッキー。違う、違うんだ。じゃあ汗、はい、行こう。汗お願いします。殿様ライド。いいね、あ、すごくいい。なるほどね。乗馬。正解。いや、これは乗馬でした。それではこのゲームをミキベース流にアレンジしましょう。その名も芸能人の名前5文字。俺当てたいって。当てたい、当てたい。じゃあ、アゼ君当てましょうか。はい、じゃあ、アゼ君、じゃあ、はい、目を伏せておきます。はい、ランダムに引いて。1つ目のお題はこちらです。はぁ、うわ、難しい。これ難しいね。むずいな。はい、難しい。さあさあ、でも一発で分かったらもう言っていいんですよね。よしよしよし。ノーウェイね。ノーウェイ、ノーウェイなし、ノーウェイなし、聞いたことないからノーウェイなんて。じゃあ、坂本行こう。はい、坂本ヒントお願いします。配信ギャハハ。あー、4やけど。全然だろ、ルールはもない。まあいいねんけど、その1文字別になくても配信ギャハハ。すいません、ちょっと同じようなことなんでちょっといいですか。動画得意。あー、うわ、分かったかも。え、さあ、あせい君、じゃあお願いします。ふわちゃん。さあ、ポイントはなんと大内さん。すいません、なんか横取り40万円になっちゃったけど。え、でも、あれどっちで分かった。いや、正直、配信ギャハハではちょっと分からへんくて。あ、え、じゃあ中谷が書いてたネアカレディは。やめろや、お前。まあ、おい、せめて俺行こうって出させる。うわ、ネアカレディ。あ、ケイトちゃんは。はい、私は爪持ちスマホ。そして、いいね、いいよ、いいよ、いいよ。ジョージ、ジョージって言うてや、それ常持ちって、それ勝負の名前かも。だから、あれも、なぎさちゃんは団子2つ。あー、 あー、それは分かりやすかった。全部いいね、うまいわ。次の回答者は大石さん。芸人が大好きということなので、お題はこちらです。じゃあ大石さん OK でございます。はい、難しそうだな、なんか全然筆進めへんやん。いや、これちょっとね、難しいんですよ。これ難しいんや。で、俺口引きろか。まあ俺はほんま出してほしくないな。いきます。はい、じゃあ汗いきましょうか。はい、お願いします。はい、演歌ジジイ。わ、ちょっと待って、俺ちょっと待って、答えづらい。ちょっとごめんなさい、汗、はい、俺も歌唱ジジイって書いてある。知らんの。知らん、ほんまに俺らは関係浮かんでる。いや、違う、ちょっと答えづらいな。3文字がちょうどそうなっただけで。大石さん、じゃあそれ含めちょっと一回言ってもらっていいですか。あれですよ、僕はもうレジェンドだと思ってますよ、それ前提で。北島三郎さん。違います。俺が気をつけただけ。俺が業界を捧げるだけ。とんでもないことですよ、これ。レジェンドやと思ってる。怖い、怖いな。怖い、怖い。これで分かるんちゃうかと思って。じゃあ僕行きましょうか。
あ、じゃあ坂本さん。あ、じゃあいいですか。じゃあ坂本さんお願いします。花月トリリ。わかりますこれで。巨人師匠。あ、正解。正解。すげー。何やろ。何やねトリリ。何やトリリって。それ。トリリですよ別に。あの人のニックネームみたいなんだって。そう。メルルみたいに言うなよ。お前。俺それでなんかインプットされて会う時にトリリって言ってもらえた。おじゃすトリリ。何やねお前。悔しいわ。続いてはマユリカ坂本が回答者。どの芸能人なのか皆さんも一緒に考えてみて。これは難しい。これはむずいな。さあじゃあ置いてもらって、はい、お早っ、はい、中谷。関西マダム。中谷晴美。ち、俺の母親やぞ。おい、なんで出てくんねん中谷晴美ちょうだいが。でも関西マダムやもんな。でも間違ってる。俺母親とか入れるって。関西マダムでないよ母親を。なかなか。はい、じゃあ亜生君。はい、通販モデル。ああ、分かったかも。ほう、西川ヘレンさん。うわ違う。なるほど。違うけど。はいはいはい、はい、ちょっと悪口になってるのか。いや悪口ではないけど、はい、笑顔やらせ。笑顔やらせ。まあ思ってないですけど上沼恵美子さん。大問題やぞ大問題やぞ大問題やぞ。お前頼むわ。笑顔やらせで思ったわけじゃないです。関西マダムでちょっとそうかなと。確かにね。まず分からん。昼顔セレブ。あ、めちゃくちゃいい。いい、これはいい。ハイヒールリンゴさん。あー違う。まあニュアンスはいい。さあ亜生行こう。はい、これね知ってる人は知ってると思う。三首ぬくめ。どういうこと？これ俺も分からんわ。どういうこと？これ分かる。これは分かる。三首ぬくめ。俺はそれ出たら一発で分かる。むっちゃこれ三首。なんなんこの怖い。いやいや、その人知ってたらよう言うわ。めっちゃ怖いやん。なんなん？口裂け女とか。妖怪三首ぬくめじゃない。で俺行こうか。俺行こうか。ほんまでもこれやと思う。外国旦那。あー、うわー。これは外国旦那。ちょっと待ってくださいよ。全然真っ白い。誰やろこいつ。こいつこの人のこと知らない。ここでタイムアップ。マユリカ坂本答えられずにアウト。実はこの方が答えだったんです。皆さん分かりましたか？いやー、アンミカさんやんこれ。ちなみにこの三首ぬくめってマジない？で三首ぬくめ知らん。アンミカさんないつも言うの教えてあげて。首敵首足首女の敵は冷えからって言うやつ。あったあった絶対これ言わはんねん、うん、アンミカさんは。言われたことないねん俺ら。そうあんねん。そうだ。でもこれはもうノーポイントかな。でもね、というわけでダメダメだったプレイヤーには罰ゲーム。ターゲットになるのは誰？指差しでこの中で誰が一番ヒントをうまく与えられてなかったかを指差しで決めましょう、はい、でその人に罰ゲーム、はい、せーの。はい、中谷君は坂本です。はい、大石さんが坂本君。亜生は坂本さんで、僕も坂本。ケイトちゃんが坂本さんで、渚ちゃんは坂本さん。はい、というわけで坂本君に決定。意味が分かりません。いやいやこいつしれっと大石さん指しました。なんでやろ。答えを出せなかったのと変なヒントが命取り、罰ゲーム決定。吉本社内にあった最強の足つぼマットで足つぼ幅跳びをしてもらいます。さあそれでは坂本君罰ゲーム、うん、お願いします。花月トリリって言っただけやん。あれが決めてる。あれがだいぶ決めてる。うわ痛い。おばちゃん、ここのスタンバイがもうむっちゃ痛いもん。行くよ行くよ。それでは、ね、坂本お願いします。いやちょお前さ、お前テレビ
大石さん、続いてはどんなゲームしましょうか。続いてのゲームなんですけども、はい、キャプテンリノ、こちらをちょっとご紹介したいなと思います。キャプテンリノ、はい、あの簡単に言うと、はい、ジェンガとあとウノをごっちゃ混ぜにしたような感じの、ゲームが。そんなんどうやってやんの。カードを積み上げていってビルをあの作っていくっていうような感じのゲームになっております。屋根カードと壁カードでビルを積み上げていくキャプテンリノ。まず土台となる屋根カードに示された通りに壁カードを置いていきます。その屋根カード、手札として各プレイヤーに5枚配られます。そこにはウノ的な要素を持ったスペシャルカードが含まれているんです。その5枚の手札を早く使い切れば勝利。ところが肝となるのはこのキャラクターが書かれたリノカード。このカードを出されたら次の人はリノの駒を上のフロアに移動させるルールなんです。バランスを崩してビルが倒れたら即負け。このキャプテンリノをミキベース流にアレンジしました。それが関西弁使ったら電気ビリビリキャプテンリノです。よミキベースルールはビリビリマシンを装着し自ら実況しながらプレイしてもらいます。その時に関西弁を使うと即電流が流れる過酷なルール。さあそれでは坂本からいきましょう。お願いします。実況するのダメですね。早速これにこのカードを置くんですよね。はあ、上手に置けたな。え、これ上手に置けたな。ちょっと一回建物田んぼなんか下手やな、下手やな。実況って何ですか。どんなんですか。じゃあこのカードにしようかな。最初はシンプルなカードがいいと思ったんでね。で、これをここに置きますと。ミッション完了でした。え、パンダ早いって。ありがとうございました。まあ、まあこんなもんで、はいはいはい。まず消毒からね、していこうと思いますね。あ、もうそんなとこから始めてくれんの。あ、もちろんですよ。早っ。さあ、これでカードを選ぶんだよね。プラス1ということで、ここに置きます。攻撃的なカードセーフ。プラス1ってことは昴生さんがもう1枚引かなきゃいけないってことだよね。うわ、だる。じゃあポケットに入れるよ。実況してください。実況してくださいよ。さあ行くぜ。行っちゃうよ。どこに行っちゃうの。あっちの世界にさ。ちょっとやめて。そんな振りやめて。そんな振りなあ。何が滑ってまうからさ。ごめん。カード持っちゃったらさ、これやっちゃったらもう終わりだぜ。そうだろ。カード持ってこれやっちゃったら終わりだよ。気をつけなければいけないんだよこれ。まず僕は引くよ、1枚だって引けって言われてんだからさ。うん、これを引くね、うん、ポケットに入れんの。ポケットには入れない。行くぜ、ダブルで。おっしゃ、やばいかも。あ、よっしゃ、これでいけるか。いけるぜ。このカード、どのカード、このカード、なんか近くなってるやつ。これを引くよ。やっちゃえ、やっちゃえ。やっちゃえって関西弁でなんて言うのそれ。だって、あ、やばい。持ってたらさ、持ってのあの捨てるとこだったらもうアウトなんだぜ。アウトなんだぜ。やべえぜこれ。よっしゃ、これでオッケー。いいぜ。痛い。これやばいで、マジでめちゃくちゃ痛い。痛い、めっちゃ痛い。俺が出したのはこれだぜ。うーわー、リノカードだぜ。どうする。いい、震えてるぜ。もうやばいな。やばい。大石さんもだいぶ関西弁やからな。そう。さあ、壁カード置いていきますよ。壁カードを結構揺れる、揺れていく。だいぶ揺れてる。はい、ナイス。からのさっきの亜生くんの置き土産リノを置いていく。いいね、いいですね。実況しっかりしてる。ナイス。そして俺が重ねていくのは、そうだ、こちらリノカードだぞ。俺のお気に上げ食らいやがれ。
すごいな、そつなく、さすが大石さん。うわ、怖い怖い怖い。坂本さん、その感じでいけ、大石さんの感じで。2周目や、はい、さあ、始まりました。イエーイ。リノカード、リノカードを使われた残念な気持ちを表に出さないようにやらないといけないな。そんなこと言うじゃん。心の内まで、全然内容がいけない。まずやるのはリノの救出。これ、あっという間に完了しましたよ。そして、これを置く。これも余裕か、余裕じゃなかった、少々危なかったがいけた。好きな食べ物って何ですか。いいね、好きな食べ物。好きな食べ物は魚介。魚介だ。魚介の中でも特に、魚介の中でも特に好きなのが意外かもしれないが、タコ。タコが好きなんですか。タコが好き。なんでタコ好きなんですか。ブニブニとした食感が癖になる。ここで使うはリノカード。バンバンとリノを回していく。そしてここも油断してはいけない。さあ、ミッション完了だ。ビリビリマシンの恐怖に耐えながら手持ちのカードを駆使してビルを積み上げていくミキベースメンバーたち。そして大石さんが切り札リノカードを繰り出した。リノカード、うわ、リノをまず救出しないといけないんだぜ。まず亜生選手、右手でリノ、うわ、取った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 。サスケみたいに線でくの字に曲がったやつを蝶々みたいな感じでここに置くぜ。それが置けたらこの任務は成功に、7割方成功になると言われている。ヒー、うーわ、ヒーだ、これやばい、やば、うわ、やば。そしてリノです。 ここにリノを、飛ばし、あ、コウさんの飛ばし、うーわ、俺か、あ、ちょ、飛ばす、俺一応ミキベース言うてんのに俺飛ばす。俺ほとんどやってへんねん。あー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 あ